はい、みなさんこんにちは。リーファミナサラとリー君です。スイジー、はい、今日はですね、はい、うちが最近めっちゃハマってるエモい街。あ、いいね、久々のロケだね。そう、それと、うん、この前彼氏の誕生日だったんだけどその時にこの街をデートしながらストーリーに上げてたらみんな気になるって言って。え、最近ハマってる街なの？そう。しかし、なんか街中が雰囲気が、うん、これ余計テーマが文字キョランが平和な街なんだけど違う街がつながってんのね。で、その道を歩くだけで楽しい街あるじゃん、はいはい、そういう街。クランゴ城はそうなんだよ。オッパにね、ちょっと必要かなって思って。久々になったらさ、なんかもっと暗くなってるから雰囲気上げていこうと思って。世の中の闇みたいなのを吸い込んでる節がある、うん、なんでお前が禁止してるの雰囲気しょった本当に平和。もうデートコースにぴったりな街。なんかそれ言われたらなんかここでね、あの彼氏と手つないで、はい、こういうのがあったんだけどなんか忘れちゃったわとか言って。誰もう最近そういうフェーズなの？あれね、カップルがもうのどかな街散歩しだしたらもういよいよゴールだね。あと聞くところによると、うん、この街ってすごい韓国でも、うん、達人たちの技術が詰まった街でもあるよね。そう、歩いてたら一旦達人と出会うっていう街。そうなの？え、こう街の名前は何？ポクチョン。オッパアング駅覚えてる？あ、はいはいはい。そのすぐ横。オッケーじゃん。サラがおすすめの街でね。うん。クランゴ城は一回見てみましょう。うん。オッパ。始まって早々ちょっといいですか？はい、ちなみにここ。うちのテレビの最終ロケ地だった。あ、テレビロケしてたのここ？あれあるじゃん、あの目にパックしてなんかセリフ言ってたところ、うちこの街マジで最近ハマりすぎてめっちゃ情報があるんだけど、いい？ちょっといいよ。このカフェめっちゃおすすめ。何何何？これね、カフェ？中に一回だけ一瞬入っていてほしいんだよね。入って出るだけ？誰かな、始まったばっかだから入りたくはないんですけど、それ言われたら見たいな。一回だけ他のお店の飲み物を持って一回だけ中だけ見るわ。それは別に悪いことじゃないと思う、うん、手元が済んだ。え、視聴者さんには見せないんだ。俺の感想でいい、うん、テレビいっぱいあった異世界感、うん、え、これね最近ね、あそこがねインスタのホットスポット。ホットスポットかわいい。かわいくない？子供服屋だ。子供服し、いや絶対嘘、顔が絶対嘘。着せたなんだろう。こんにちは。こんにちは。日本の方？すげえ、かわいいな。ありがとうございます。何照れてんだよ。ちょっと待って。うん、こういう角好き。角が好きってどういうこと？思わず入りたくなる角してるな。ここはいいよ。わざとらしくないエモさ、うん、すごく自然な角だ。こう自然な角って何？こういう、うん、これってまだ、あ、本当の家だよね、うん、あ、そのまま残ってんだ、うん、もうこういうとこ住んでんだ。あえてね。ちょっと失礼なこと一瞬言ったよ。これは何？ああ、イゴのケロリ。あの高校の町にはケロリがめっちゃあるの。あ、無料だってここ。うわ、急に静かになった。文字だ。うん、文字。一つ、うん、刺さる言葉見つけた。うん、プルピョネードヘアハイマイドリッタ。うん、気まずいけど、うん、言わなきゃいけないことがある。うん、あ、確かに。あの、お金返してとか。鼻毛出てるよとか。脇側の友達とかいたから絶対優しさな。脇側やだよって。わー、綺麗。綺麗だね。ちょうどおっぱが最近、うん、字の練習してて、韓国語も日本語もどっちも汚いの、うん、え、そうなの？字汚いのってあれかなと思って、うん、最近、ほんと漢字ドリルみたいなやつだけど、うん、練習してる。字の練習？プライド捨てて、うん、からもう書き直してる。え、いいことじゃん。え、なんでこの街こんな平和なんだろう。だよね、これが大好きなの、うちこの街。どういうところがポイントなの？
ポイント的には、いや、ポイントとかも考えない、ないんだもう、なまない空に雲があるように、それに対して何も思わないように。あ、ごめんごめん、なんかごめん、うん、理由付けしちゃったね。そうそう、なんかレポーター癖あるからさ。いやいや、やばだった、レポーター癖っていう。こういうのもとある達人が作ってるんだろうなっていうのを想像しながら。想像で。そう、想像かもしれないっていう想像。で、ここを角を曲がって今から違う町に行くんだけど、はい、ここから10分歩く。どういうこと？ちょっとさっきの撮影所を見せたくて。あ、自分がロケしたところを見せたかったわけ。そう。あ、ここメインじゃないんだ。全然違う。でもここからスタートするのめっちゃおすすめなのが、うん、こういう風景なの。歩いてて気持ちいいじゃん。ここの良さはね、こういう場所をわざわざ遠くまで味わわず、ソウルの中で味わえれるっていう街。本当はね、郊外にあったりするからね。うん、僕もいつか彼女できたらこうやって手つないで。余計なお世話な。タッコッチの達人だろうなっていうところ。焼き鳥屋さんだろう。あ、はいはいはい。これベスキンラビーズなんだけど、うん、街の空気を乱さないためにね、うん、ここはさ、うん、お皿屋さんなのか、美術屋さんどっちかにしてほしいわ。ここだからさ、うん、見て、うん、どういう気持ちで入ればいいかわかんない。おっぱ、これ見て。あー、バンクシー。これを見ながら彼氏と、あ、いつかうちらが年取ったらああなるんかなって。出たやな。羨ましいでしょ。本当なんで。こういう場所来るとでも寂しくなるな。俺はいつになったら誰かとこういう街をブラブラできるんだろうって。うわ、すごっ。見たことない笛吹いてる。世界に多分10人いないでしょ。どこで出会ったのかすごい気になる。誰もやってなかったから手出したのか、うん、自分にこれだってあったと思ってやったのか、うん、すごい気になる。そこ平和。なくなったら修理にめっちゃ時間かかるで、取り寄せたりとかする。深っ、考えが深い。マジで平和すぎるな。うー、夢の中みたい。なんか再会した瞬間の夢を見てる時の風景みたい。いや、俺夢で思い出したんだけど、俺さっきの笛の音さ、どっかで聞いたことあんなと思ったんだけど、具合悪い時に見る夢、ああいう音楽流れてない。笛1個でめっちゃ話広めるね。はい、じゃあここからが、はい、インサドンって町なんだけど、変わるのね。うん、達人の町。こっからもう韓国の数ある伝説たちが生まれたわけでしょ。なんか達人たちが出してるお店たちがめっちゃある。例えば、うん、帽子の達人。そこじゃない、ちょっとブレてる。ブニギジョッター。ブニギジョッチ。これはハンコの達人。全然普通のハンコと違うもんね。うん、これ1個作って代々受け継ぐやつだ。ちょっと昔ながらなんだけど、うん、好きだわ、こういう歴史を感じるっていうか。家具屋さんでもあるけど、小未遂って書いてるの。はい、未遂にもなる家具屋さん。歴史があるものって奥行きがあるからさ、いろんなこう想像を膨らむよね。うん、そこら辺のおっさんが全員達人に見えてくる。なんか極めてそうだもんね。なんか歩いてるだけで、うん、体ライブなんで感じるぞ。あのおっさんはまず自分と同じ実力の戦いのおっさん探してる。多分あのおっさん自分と同等以上の好敵手探してる、うん、あれ。全然そういう風に見えない。お前これ以上入るの。これここからも達人の間合いだから。どういうこと。それぞれが達人の間合いだぞ。どういうこと。そこまで深く考えなくてもいい。あ、おっぱね、ちなみにここにフリーマーケットあんの。達人のフリーマーケット。あ、邪魔だな。浅い浅い。いいじゃん。ここまで入っちゃったかがおれず、うん、ちょっと場違いじゃない。いやいや、普通でしょ。興味深い。うん、店の文字よ。これヤンゲン。子供の頃さ、うん、友達ん家で出てきたお菓子が洋館だった時のテンション。思ったよりお兄ちゃんが食いついてる。この街に。すっ
ビシビシ感じる。何を感じてんの一人だけ。達人たちのさ、うわとちゃぎ、うん、最近とちゃぎ作ったの知ってる。え最近趣味でとちゃぎ始めようかなと思ってて。え、うち本当に作ったの。嘘じゃなくて。こういう骨董品買っちゃダメなんだよね。なんで家にあると、うん、つい割りたくなっちゃう商店からでもこんなの、うん、いいものであればあるほど、うん、持って帰ったら、うん、割っちゃいそうな自分がいて一発でベランダから投げ捨ててる。そんなことどういう人生生きてんの。どういう人生生きたらそうなんの。やっちゃいけないことやっちゃいたい衝動になっちゃうから。めっちゃ達人を見て。本当だ。今回プロ一個のことを突き詰めた人ただならぬやっぱあるよ。うわおっぱそこ見て。ポッキョンピーマン字を書いてくれるところ。うわあんなところあるんだ。あのおっさん書いてるのかな。絶対そう。うわー歯がね歯が。こういう人たちって昔もこういう絵を描いていた人たちがずっと続いてるのかな。多分代々続いてるんだと思うよ。こっちのタイプの達人だ。うん。キネティックアート。一寸の狂いもないで。うん。これ家に置いてたらなんかすごくアットプルがあるよね。どうなってんですかこれ。どう言われて。わあおっぱ見てこれ。まさしく。うんこれ絶対ハガの達人たちが集まる場所だよ。これまさしく達人が持つにふさわしいやつだ。うん。お前こんなんあるやん。これゼロ番隊の氷すべ一べ。持ってるやつやん。何それ。ジャンクロで塗りつぶすブリーチに出てくる。これでおんましばきて。種類があるの見て。うちは買う。うちな暑い時さこれ持ってたら最強じゃね。あれでしょ多分私王様とかの周りの召使いが、うん、見たことある。エアコン代わりにね。やっぱ技術が詰まってるな、うん、渋いな。でも全体的にこれ渋いわ。じゃあ帰りますか、はい、あれ思ったより街が渋かったんで紹介してる側としては渋いっていうか俺もさ、うん、達人の下りで頑張って広げようと思ってたんだけど、やっぱりそうだったよね途中からさ、うん、これ何言ってんだろうって自分でも分かんなくなっちゃってでも街的には良かったでしょ。うんうん、うん、正直オンマいてほしかったかなって思った。あそうだね。骨董品とかの歴史のやつは知識浅すぎて、うん、紹介する立場じゃない。なんとか達人でさ俺じゃ役不足だったわ。いや十分だったよ。見えてたもん目で。いやでも街的には良かったんで、あのぜひねブラブラする散歩する街にはめっちゃぴったりなんで、うん、このポクチョンとインサード気になる方はぜひ行ってみてください、はい、それじゃあ今日の動画はこんな感じで終わります。バイバイ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。